今夜も、今週はね、ほぼ毎晩、ミスターゲイジャパン2021の、ファイナリストの方たちと、まあ、1対1でお話を聞いていこうかなと思っております。で、やっぱりなんか普段 SNS とか、まあ、インスタとか、まあ、YouTube、インスタとかでは、まあ、画像中心の SNS なので、どういった人がかっていうのがあまりわからないっていう声をちらほら僕の耳に 聞いたこと、聞こえてきて、やっぱり実際に動いて実際に喋ってもらった方がね、その人の、まあ、こういう人なんだ、ああいう人なんだってわかると思うので、今夜、ヒロさんの魅力が皆さんによく伝わるように僕も頑張りますので、あんまり喋りすぎないようにしたいなと思って 自分は はい、なので今日はヒロさんを迎えてのインスタライブです。よろしくお願いします。お願いします。はい、で、実は、おとといのバレンタインの日に、ミスターゲイジャパン、今年はいつもは、会場を借りて、でっかくイベントやるんですけども、まあ、今年はコロナの影響もありまして、まあ、去年はコロナの影響もありまして、そのイベントができなかったので、今年までずれ込んでオンラインで開催するということで、おとといのバレンタインの日に、皆さん収録をしてたということですよね、はい、僕はその場いなかったのであ、そうですよね、そう何もわからないというか、なんか、ヒロさんが LINE で写真を送ってきてくれて、それを見ながら あ、こんなことやったんだみたいなのをいろいろやってました。そう、その話をちょっと聞きたいなと思って、はい、まあ、実際ね、まあ、スピーチとかは後日が動画で上がると思うので、まあ、オンラインイベントに参加してどうだったかというのをちょっと聞いてみたいなと思うんですけど。はい、やっぱりもう初めてのことなので難しいこともあるし、段取りとかやっぱり勝手がいつもと違うので、あとその会場には僕たちしかいなかったので、その生の反応がない分、なんかちょっと怖い。そう。お笑い芸人さんもそうだと思うんですけど、なんか笑い声とか、そうですよね。淡々とね、なんかこう滑ってるのかな、やってることかみたいな。そう、なんか昨日それ、みつるさんも言ってたんですけど、もう違うファイナリストの。やっぱお客さんがいないとやっぱ反応が分かんないから、はい、そのやっぱりその場の雰囲気とかもあるじゃないですか、スピーチによってはなんか、はい、気分の盛り上がりだとか、そういうのがつかめないからね。そうですね、こう淡々とこう時間が過ぎていく感じで、まあ、喋らないでって言われてるから収録で、そう異様な雰囲気、ね、それを今動画の方が僕はまだ受け取ってないんですけど、僕のところに来てそれを夜な夜な一人で編集するという作業が待ってますのでよろしくお願いします。頑張ります。1ヶ月ぐらい経ったら皆さんにも公開できるかなと思います。で、ヒロさんに僕半年ぐらい前にプロフィールを書いてくださいって言って送ったの覚えてますか？どのプロフィールでしょう？今ね、YouTube の動画をもう毎週上げてくださってて、そこの概要欄に、はい、ヒロさんのプロフィール、なんか名前、年齢、出身地、趣味、職業とかいろいろあって、それを事前になんか半年ぐらい前に書いてもらったやつを僕はずっとこう使い回してるんですけど、はい、そこにやっぱりいろいろ頑張って書いてくれたプロフィールがあって、はい、それをみんな皆さんにもね、まあ、文字としては YouTube の概要欄には載ってるんですけども、実際にそれどういうことなのかなっていうところをちょっとつつきながら質問に答えてもらいたいなと思ってます。で、千葉出身って書いてあるんですけど、はい、最初去年の今頃ですよね、はい、ミスターゲイジャパンに応募された時は、はい、その時千葉県にいませんでしたよね。その時は福岡県にいました。ね、
福岡県に住んでて、はい、そっちで仕事をされてたんですよね。はい、そうですそうです、はい、その仕事っていうのは行っても OK なんですか？仕事はまあそうですね、はい、飲み屋をやってました。そうそうそう、あのやっぱりミスターゲイジャパン、まあ、東京、まあ、関東ら辺の人が応募するのが多いので、なかなかやっぱその地方の方たちの応募はまだまだ少ない状況で、はい、すごい九州方面から応募が来たってことで、すごい僕としては嬉しい限りだって、はい、気にはなってびっくりしたんですよ。僕の九州の友達もいるよみたいなのが、ミスターゲイジャパンのことはもともとご存知だったんですか？まあ、なんとなくは聞いてたんですけど、出てみなよっていうのは友達がこういうことをやってるみたいだよっていうので教えて、はい、さすがその友達に感謝感謝前年度まではストレートのコンテンツよく応募してたので。あ、それはちなみにどの大会に出たんですか？ミスタージャパンです。あ、ミスタージャパン、僕もよく間違われます、間違えられます、それにミスタージャパンは一歩手前ぐらいまで行って、すごいじゃないですか。ファイナルのファイナリストの手前ってことですか？セミファイナリストってことですか？そうです、そうです。すごいじゃないですか。そうなんです。でここで最後ファイナルを選びますって時に、まあ、ミスターゲイジャパンでもやっちゃったんですけど何回か、はい、白になって何も言えなくなるっていうことをやってしまって、もうそこで、はい、年齢制限。ああそうかそうか、ミスタージャパンの方は年齢制限あるんですよね。はい、そうです、はい、30歳までして、あっちは28でした。 28 まで、でもう出れないねって言ってたら、友達がゲイの方だったらな、そういうのがないから、うん、ないですよそんな。だってミスターゲイジャパンね、その年齢制限もないですし、別にイケメンコンテストもないのでうんうん、うん、そうです、ね、そういう気もいいなと思って。そうそう、え、よかったよかった、そうこういうふうに言ってもらえるとすごく嬉しいです。で今ちょこちょこ質問がね来てたんですよ、来てた、はい、来ているので、ミドルレンさんから、なぜ千葉にお住まいなんですか？千葉は実家が、はい、今も千葉に住まれてるんですよね。今千葉住んでます、はい、引っ越してね、去年引っ越されたということを聞いて、あれ、はい、今千葉にいるんだ、関東勢が増えたね僕としては嬉しいんですけど、僕は埼玉出身なんで千葉県民とは仲良くないんですけど で特技のこと、あとこが、まあ、プロフィールのところには特技タイピングって書いてあるんですよ。はい、こう、あれですよね、普通にパソコンパパパパってやる携帯は、iPhone になる前、なんて言うんですか、ガラケー、はい、とかはもう見ないで打てるぐらいの昔の僕たちそれかなり昔ですよねそうそうそう、それの名残で、まあ、パソコンでも早く打てるようにななります。結構タイピングはブラインドタッチは基本だしみたいな。なんかね、普通こういう感じじゃないですか。ここね、分かれたやつ最近あるの知ってますね。あ、はい、なんか打ちやすいよ、こうハム字型みたいなそれとか買ってよくやってました、ちょっと前まで。へえ。それは仕事でよく使うんですか、タイピングって？いや、昔ブログをよく書いていて。へえ。今はちょっと黒歴史やって封印しちゃったんですけど。ミクシーみたいな感じですね。そうですね。まあ、あると思うんですけど、僕結構上がり症なんで。だけど。昔書いたものって残っちゃうからね。ミクシー、特にミクシーだよね。僕もたまに2年で行けるログインしてもできますけど、うんうん、とても人では見せられない。難しいですね。そうそうそう。ヒロさんってすごい積極的にミスターゲイジャパンの活動をされていて、同性婚
のアンバサダーじゃないですか。はい。で、その活動をちょっと教えてもらいたいなと思うんですけど、何をしてきたかって。ああ、でも、まず、なんで積極的かっていうところは、はい、周りから、ミスタゲージャパンで何のとか何してる人たちなのっていうのが、やっぱり一番多い。ただの用紙を、用紙と、まあ、ただ全部意味があるコンテストだと思うんですけど、ミスタゲージャパンとしてのコンテストをやる理由をまず明確にしていきたいなっていうのが、で、どうせのアンバサダーに選ばせて選んでもらったし、で、実際にじゃあ選んでもらっただけじゃなくて、せっかく選んでもらったから自分で足を運んで、福岡に住んでたから、はい、福岡の賞に実際に並んで、日本全国で同性婚訴訟が行われていて、その福岡の方の裁判に行ったんですよね。まあ、元を正せばミスターゲイジャパンのレッスンで東京の訴訟の原告の方とお会いしたのをきっかけで、その原告の方の意見にすごい共感したから、うん、他ではやってないのかなって調べたら、もう僕の住んでる地域でもやってたから、ここだったら足運びやすいなって、なんかこう、あと最後まで終えるかなと思ったんですよね、その訴訟を。まあ、ただちょっと実際足を運んでみてどうでした、裁判の中というか。会場はすごい感じですね。やっぱりこうインターネットとかなんか聞いた情報とは全然違って、泣き立つ人もいるし、その原告の方の悩みだとか主張を聞いて、あとは弁護団体の方もすごい、なんていうんですかね、もういい意味で女優だなっていう、こういい意味女優してる人たちを巻き込んで国に言う。ああ、なるほどなるほどなるほど。うん、この理論だけじゃなくて、その空気の作り方とかもすごいプロフェッショナルだなと思いました。裁判官の方たちの反応どうでしたか。意外と裁判って淡々と進んでいくんですよね。なんか事務的に。そうですね。じゃあそれについての準備書面を読み上げてください。その場で何かこう議論が醸し出される、その逆転裁判だ、ドラマとかみたいには全然ならなくて、もうお互い持ってきた書面を読み上げるっていう。もうプログラム通りみたいな感じですね。だからその時は意見陳述が長く時間取っていただけたみたいで30分ぐらいだったんですけど、通常の裁判はもっと短くて5分から10分で終わるものもあるっておっしゃって、5分から10分なんか僕の中で、僕裁判行ったことないのでちょっとイメージしづらいんですけど、アメリカとかの裁判ってなんか弁護士さんたちが立ち上がってね、こう議論する場がよく出てくるからあと日本にはこういうないし、はい、あれないんですか、あのハンマーみたいなやつカンカンって静粛にみたいなやつじゃないですか僕もそれを見に行きたかったんですけど、実際日本にはないよって言われて、なんかそういう情報って絶対ネットのニュースとかで出てこないじゃないですか。そうですね。なんか裁判ってもっと身近なものであるべきなのに全然身近じゃないし。そうですね、そういうのもっと発信してください発信こうすごくで、この中で得た情報はどこまでしか言っちゃダメですよみたいな。あるんですね、やっぱり。分かんなくて、だからそのカンカンも言っていいのものか悪いものかみたいな。いや、それも裁判のシステムのことだからいいんじゃないですか、まあ、内容じゃないじゃないですか、そうかそうか、守秘義務みたいなのあるんですよね、そこの中でしか。みたいな。まあ多分結局はどっかに記述されてることだったら言っていいんだろう。
そうですよ。僕聞いた話だと、なんかその実際に足を運べない、その裁判に足を運べない人たちはどうやってサポートした方がいいんですかって前弁護士さんに聞いたことがあって、で、あの、まあ、各一人一人が個人でできることは、なんかツイッターとかソーシャルメディアで拡散することって言ってたんですよ。ああ、なるほど。はい。で、拡散すると、まあ、それが話題になったりとかして、あの、裁判官の方が、あ、この、事例は結構、その、社会の関心があるんだ、みたいなことで、まあ、結構影響があるってことを言ってて。うん、うん。そう、おっしゃってまして、そう。うん、で実際にやっぱり関心を引くみたいで、うん、僕がその行った傍聴の訴訟も多分裁判所側が用意してたくじよりも多いみたいな、うーん、なんで結構詰め詰めで、そうですね、うん、結構定員オーバーしちゃったから抽選やったんですけど、それで漏れちゃった人用の待合室みたいな、漏れちゃった人も、あ、中には入れないけど、そうですね、待合室で方々がこう場所スペースを借りて報告会しますよっていうところがあったんで、へー、うん、でこうどんな感じだったかっていうのを聞けた感じですよ、抽選に漏れた、へー、うん、そうそうそう、貴重な体験ですよね、なんか裁判にね行けるなんて、この実際の同性婚問題のね、うん、で良くも悪くも前回、あ、前回というか最近ほら東京都知事の、東京都知事じゃない、足立区の話題があったんで、はい、それで余計に高まって、はい、もう人が増えるんじゃないかって予想されている方も、うん、あれですね、あの足立区議の方が何でしたっけ、何て言ったんだっけなんか、は、性愛者は、あ、がいると、いるみたいな。国が滅ぶみたいなの言ってましたね。そうそうそう。だからその後、埼玉の春日部市の議員の方も、なんか LGBT のなんか問題は春日部には存在しないみたいなこと言ってて、なんかどっちがどっちだか自分の中で混乱してしまいました。そんなことわざわざ言わなくてもいいのにねと僕は思うんですけど、うん、確かにね。で、あの視聴者の方から僕事前にいくつか質問をいただいてて、決まりました、それにちょっと答えていただきたいなと思ってて、2つあって、はい、1つが自身がミスターゲイジャパンになるってどういう意味ですかって、自分の、あのヒロさんが深いですね。そう、すごいこれ難しいと思って僕がもらったらどう答えるかなって自分でも悩んじゃいましたけど。ってことは多分ゲイの方とかにはあまり別にこう、じゃあミスターゲイジャパンになったからって言ってゲイの方々と会った時に僕は日本一のゲイだよっていうわけではないじゃないですか。でそれミスターゲイジャパンのコンセプトともかけ離れてるし、はい、その目、ミスターゲイジャパンでグランプリを取ることによって LGBT 系のニュースとかを発信していく上ですごい、なんでしょう、肩書きみたいなものがあった方がその自治体とかが動いてくれやすいのかなって僕思う。あ、でもそれはあります。それはあります。肩書き、日本って日本のなんだろう、なんて言うんでしたっけ、行政とか、まあ、そういう団体さんって肩書きがすごく好きなので、はい、僕もあのいろんな町のなんか行政の方たちとやり取りするときに、そのミスターゲイジャパンっていう肩書きがあるとすごく反応がいいんですよ。そうかなって僕も思っていて、同性婚のやつとか動くときとかも絶対こう、ただ同性婚を認めてほしいっていう人ももちろん大事なんですけど、はい、こう肩書きが一個あるとなんかこうもっと
もう一歩先に行きやすいのかなって。そうですね、なんかよりなんか強くいろんなところにアピールできるっていうポイントはあると思います。だからその分やっぱり理解とか知識も深めていかないなっていうプレッシャー、いけないなっていうプレッシャーありますけど、うん、ね、はい、そのプレッシャーに負けないように上辺だけこうジャパンなんで認めてください、全然違うじゃないですか。そうですね、重みがないとね。そうですね、はい。あのちょうど、ミスジャパン我らがエリコさんからの質問が、はい、来たんですけど、ヒロさんのダイエット方法、特に食事について聞きたいですという。ダイエット方法、はい、はい、僕は、いわゆる糖質制限をして、はいはい、糖質を限りなくゼロに近づけて、いわゆるケトジン、はい、わざと良質な油を取って痩せるっていう方法、 PFC バランスを考えてやる方法だったんですね。 PFC って P がプロテインで F がファットで、PFC、C がカーボ、カーボ、そう、カーボ、カーボハイドレートということは炭水化物、はい、じゃあ 糖質糖質ですね、炭水化物そう、でそのプロテインタンパク質が 30%、 はい、脂質が 60%、 糖質が 10% 以下、必ず毎日に、食事管理をして体をケトーシス状態っていういわゆる血体を多く出す状態に持っていくことに専念してました。そしたら朝ごはんとか何食べてるんですか？朝ごはんはゆで卵に、ゆで卵にマヨネーズ、チーズ。すごいファットっていう。そうだ、ごめん要はごめんなし、パンなし。そう自分のガソリンを脂質に変えるって感じですよね。はいはいはい。ちなみにランチはどんなもの食べてますか？唐揚げとか。おーすごいなるべくこう衣も良くないんで、はい、チキン揚げだったりとか基本マヨネーズとチーズで、はい、やってくる。MCT オイルがすごく体にいいっていうので、コーヒーに入れて飲んだりとかして、バターコーヒーですかね今で言うと。うん、僕もその MCT オイル飲んでるんですよ。うん、空腹、そうなんかぷくっと膨れるというか、なんか飲みすぎるとお腹下すんですけど彼は、うん、そうでもお腹下すのもよくて、その時本当にこう便秘になるんですよ、食物繊維も取る、うん、あ、そうはい、こう意識してサプリで取るとか、もう本当それこそもう油飲みすぎでお腹下すぐらいじゃないと便秘でもすごくで血液検査が正常に戻ったというか、正常に僕の場合はなって、はい、一応3ヶ月に1回やるようにしてて、血液検査も今のところ異常に落ちてきてるので全部が。自分のゴール体重とかあるんですか？どこを目指してるんですか？ゴール体重は体重ではないんですけど、なんか見た目でこれが、ま、納得いく感じ、うん、あるじゃないですか。なんか過去の翔子さんも上げてらっしゃいますけどもう毎日ダイエット画像を載せてますよやっぱりそうですね。まあでも昔のね、当時の自分みたいなそうです、若さ以外を抜き取ったものは取り戻したいです。なるほど。僕も今あのインスタのプロフィールの写真をゴールにしてるからあれが多分自分の中でマックスだったからあそこまで絞らなきゃと思いつつ結構いいペースで落ちてじゃないですか？そうですね、今2週間目3キロぐらいかな。なんか急に落としたくなくて、ケトジェニックもやろうかなと思ったんですけど、結構知り合いが月に1ヶ月10キロぐらい落として、それで
まあ、効果はあるんでしょうけど、まあ、年齢も年齢なのでそれだけ落とすと、あの皮膚が垂れるのとシワが増えるんですよ。だから本当にもう1週間1キロ2キロぐらいそれぐらいのペース、もう1キロでもいいかもしれない、2キロしても、ね、多いかもしれないですけど、うん、そういうペースゆっくりゆっくり落とさないと、もうね、うん、ちょっとすごく老けて見えるので。でももう本当ですね、もう一番無理はしない方がいいですもんね。そうですかね。今多分ヒロさんのお友達ですかね、マサヤ。はい。あ、ジアンキーさん。マサヤさん、同じ年の方かな。はい。マサヤさん、僕のインスタもよくコメントやら、あのいいねを押してくれてるので、僕すごい覚えてるんですけども。うん。ね、こうやって共通のね、知り合いが、あの、出てくるのはすごく嬉しい。なんか今、質問がいっぱい来てる。あの、僕ミスターゲイジャパンの、設立当初からサポートしてくれている、まるちゃんって方がいらっしゃるんですけど、うん、まるちゃんからの質問で、日本以外であの国で生まれ育ちたかったとか思ったことありますか？僕でもオーストラリアはいいなって思ってました。おー、オーストラリア。僕が住んでるオーストラリアですね。そう、まさになんですよ。はい。まあ、ちょっと僕の経験が少ないっていうのもあるんですけど、オーストラリアってすごい多国籍じゃないですか。はい。はい。で、高校の時に留学した時に、もう、生徒一人文化が違う、がすごく新鮮だったし、なんか、先生もそれを多様性を受け入れてる感じの中で授業をしてるから、すごいいいなっていうの。まあ表面的にしか見えてないのかもしれないんですけど、なんかこんな国で育ったらもうちょっとなんか違ったのかなって思うこと。確かにいろんな200カ国くらいかな、まあ、人が移民の方来ていらっしゃるので、もう多様性の極みですよね。そうですよね。何がもうそれ、そうそうそう。なんか、それを受け入れるっていうオプションしかもなくて、多様性受け入れないなんて、そんなことはできなくて。はいはい。でも逆に、そう、いろんな国の方がこう、ぐちゃぐちゃいるので、統一性がないんですよ。なるほど。なので、日本の学校みたいにチーム一丸となって、例えば運動会で頑張るとかっていうのがすごく難しいんですよ。ああ。その間を取った意味はないんですか？ないんですね、それが。もう、運動会とかやるとみんなやりたい放題、なんか走る人もいれば、走らない人もいるし。なんだろう、こっちの学校の先生なんですけど、運動会やると、例えば 50m 走今からやります。走りたい人来てください。って感じで。会場から呼ぶんですよ。で、走りたい人は走って、走りたくない人はずっと観客の席に座ってる感じなんですよ。なる。これを見てると、多様性もいい面ばかりじゃないんだな、とは思いましたね。あとなんか食べることが好きなんで、はい、多国籍料理っぽいイメージが、うん、ありますあります。なんか世界のいろんな国の料理が揃ってるから、そこの国に行かなくても現地の味がちゃんと食べれるみたいなのありますね、うんうん、でもオーストラリアにはこう日本もそんな感じって言ってましたけどね。まあ日本、うん、新宿とかね行けば何でも大きい町はねお金がね、持てば。そう。埼玉と千葉あたりだと、あんまりそういうのが、おしゃれなところはないので。なんか、まさやさんが、ジーズバーでお会いしてます。ジーズバー、僕の読み方が間違ってるのかな？ J-I-Z バー。ジャズバーなのかな？
あの。ああ。福岡のバーですかね。新宿の2丁目にあるお店ですかね。はい。おお。ちょっと最後の質問をちょっと行きたいんですけど、本脇さんからの質問で、自分自身の変えたいところってありますか。自分自身の変えたいところ、そうですね、なんかこう変えたいところというか、このミスターゲイジャパンのコンテストに出て結構自分自身変わったなっていうのは、どういったところが変わりました。一番大きいのはいつもあと一歩ってところでやっぱりあったんですよね。仕事もそう、なんか争い事をかけっことかもそうだったんですけど、なんか自分より一番になりたい人がいるんじゃないかなみたいな、自分よりなんかもっと頑張ってる人いるから別にいいや自分はみたいな、うーん、あ、じゃあもう僕大丈夫ですみたいなのが結構あったんです。なんかコンテストに出てからそれがこう僕が1位になるべきだまでは思わないですけど、1位になってもいいんじゃないかなっていうぐらい頑張れるっていうか努力をすることを覚えました。お、自分に納得できるように生きていけてるなって思ってます今。素晴らしい。こうね、レッスンとかで培ったものだと思うんですけど、なんかこうそこが嫌だった自分を変えれたところかなって思います。すごい、ちょっと今のは保存して後でもう一回聞いとこう。そう、あの実はこのインスタライブ後で保存して YouTube にもアップする予定なので、これは後日皆さんにも何回も何回も見てもらえるように。はい、はい、ということで本当は15分20分の予定だったんですけど40分ぐらい喋ってしまってしまいました。いえいえ、そう、昨日もちょっと延長30分ぐらい喋ってしまったので、ね、そんなしゃべみんなね結構こう質問も来てくれたので、はい、としてはすごい楽しかったです。ありがとうございます、こちらこそ、はい、ということで、まあ、今回は、まあまあ、40分だけだったんですけども、まあ、いろいろあの、まあ、時間を調整してまたこういう1対1 の、 あのインスタライブみたいなのをすればあのヒロさんの、ね、人間性が皆さんによく伝わると思うのでまたやりましょう。はい、ぜひよろしくお願いします。はい、それでは皆さん あのありがとうございました。40分付き合っていただいて、はい、それではまたおやすみなさい。